watch me. よく見てね。ミテオロジックス。世界選手権連続優勝回数でギネス世界記録を持つ吉田沙保里さん、そして沙保里さんの最愛のメイのココミちゃん、お友達の小春ちゃんです。こちらへどうぞ。お越しいただきました、吉田さん、本日はよろしくお願いいたします。よろしくお願いします。よろしくお願いします。いや、素敵な衣装でクリスマスということで3人お揃いの衣装なんですね。そうですね、はい、しっかり皆さんにご覧になっていただきたいんですが、少し明るさが足りないかなと思うんですけども、もう少しね、はい、明るかったら皆さんにしっかりと皆さん、そうです、ね、この美しいお衣装を見ていただけると思うんですが、はい、これは吉田さんね、これいかがしましょうかね。そうですね、私が明るくしましょうか。ぜひよろしくお願いします、はい、ということで、あ、マイクと杖を、ではまずはここの会場を明かりを灯していただきたいと思うんですが、それではよろしくお願いいたします。ルーモス、素敵ですね。吉田さんの魔法でツリーに明かりが灯って完璧な魔法界に冬景色が現れました。素晴らしい3人のお姿もよりしっかりとご覧いただけるようになりましたが、素晴らしい魔法うまくいきましたね。はい、うまくいきました。さすがでございます。なりましたね。ありがとうございます。はい、よかったです。さあ、それでは素敵な魔法がかかって明かりが灯ったということで、ここでインタビューに参りたいと思いますけども、はい、まずは今日ユニバーサルスタジオジャパンの、冬のイベント、クリスマスイベントをたっぷりと
ご堪能いただきましたけれども、はい、いかがでしたか。いやもう本当にギネス3とこのキャッスルショーの2つの USJ の2つが、まあ、冬の、 イベントで新しくなったので本当にこう盛り上がるんじゃないかなというふうに思いますし、まあ、この可愛い子たちに大好きな USJ という、まあ、ご褒美をあげれて本当にむちゃくちゃ今幸せな気分でいっぱいですね、はい。まあ、想像していたのとはどうでしたか。ショーとか、まあ、今もねご覧になっていただいて、はい、いろんなのを見ていただいたと思うんですが、はい、想像とはまた違った世界でしたか。そうですね、まあ、ここはやっぱり冬が一番似合うなっていうふうに思うので、まあ、こういった衣装も着れて、はい、もう、まあ、想像とは違うというか、まあ、想像以上の、はい、ものでしたね、はい。まあ、そのうちの一つ今ご覧になっていただいたんですけども、ホグワーツマジカルナイトウィンターマジック、雪に覆われた魔法界の中、ホグワーツ城に壮大な魔法がかかって見たこともない冬の景色が現れました。このショーはいかがでしたか。そうですね、もう本当にもう目の前で見ることができて、もう日頃のストレスというかそういうものが一瞬で忘れられるというか、発散して飛んでいってめちゃくちゃ幸せでしたね、はい。やはりもう誰もが夢見る憧れる魔法の世界なんですが、ここでちゃん、小春ちゃんもね一緒にご覧になって、はい、歓声が上がったりも見入ってたと思うんですが、はい、いかがでした。3人で見れたっていうのもまた嬉しいんじゃないですか。そうですね、もう本当に可愛いこの2人と一緒に見ることができて本当に幸せですし、この子たちもすごい喜んでくれたので、はい、よかったなというふうに私も嬉しく思います。はい、もう非常に喜んで先ほどからだいぶジャンプをしておりますけども、さあそしてもう一つの目玉が人間界の無限に姿を変える新クリスマスツリーです。ユニバーサルスタジオジャパンのクリスマスツリーとして7年連続ギネス世界記録を獲得しました。こちらも先ほど目の前で初点灯、ギネス世界記録の更新獲得の瞬間ご覧になりました。いかがでしたか。はい、そうですね、世界一のツリーがこうきらびやかに変化する姿と自分の気持ちとこうシンクロするというか、まあ、世界一ということで、まあ、自分はまあ強さとみたいな強さはあるんですけど、まあ、こちらの世界一のツリーは美しさが はい、あってなんかこう本当にシンクロするというか共感する部分がたくさんあったなというふうに、まあ、人々に感動を与える USJ のこの姿勢は共感を覚えるなというふうに思いました。まあ、今日は本当にこの最愛の2人と、この感動を体感して、まあ、世界一の幸せ者ですね、はい。世界一同士がコラボレーションしたと言ってもいいこの冬のね、クリスマスのユニバーサルスタジオジャパンのイベントとなりましたけれども、またこうやって最愛の2人と世界一の幸せな体験をしてより絆が強まったと思いますので、その楽しい体験をした3人でじゃあその楽しさをポーズで、はい、踊っていただきたいと思いますが、はい、じゃあちょっと一旦じゃあ抱っこしますか。あ、よろしくお願いします。それではもう楽しんだ3人で素敵な絆もできたと思います。じゃあここみちゃんと小春ちゃん一緒にね、楽しかったですか今日は。じゃあポーズということで、それでは吉田さんポーズをお願いします。じゃあみんなこっちを向いてください。それでは最高のポーズが決まりました。よろしいでしょうか。ありがとうございます。もうココミちゃんとコハルちゃんも最高の笑顔で今日は楽しかったんですね。ね。今日吉田さんご自身も魔法をかけたり、はい、あとお城にもすごい素敵な魔法がかかってましたけども、はい、吉田さんが、今一番かけてもらいたい魔法はありますでしょうか。かけてもらいたい魔法。そうですね、素敵な人が現れる魔法がいいですね、はい。クリスマスのイベントに一緒に、来たいというような女性はいらっしゃるんでしょうか。今はいないです、残念ながら、はい。なんか理想の男性とかはどういう方と一緒に来たいとかありますか。はい、そうですね、やっぱり一緒にいて、はい、楽しい人がいいので、面白くて優しい男性がいいですかね、は
ありがとうございます、はい、ありがとうございました。以上で囲み取材は終了とさせていただきたいと思います。この後スチールメディア撮影に移る準備をさせていただきますので、吉田さん一旦こちらの方にお進みいただきたいと思います。ありがとうございます。